気になるゲームはちょっとこの場で見てしまいましょう。ノーマルハード、ハーデスト。おお、キャラクター多いやん。全然知らんキャラばっかりやけど。あー、これガイちゃうの？で、これコーディですよね。これなんやろな。 あとは知らないキャラばっかりですけど、タイガーマスクみたいなのもいるし、ちょっとやっぱ僕としてはね、やっぱりこのポニーテールの女の子を使ってみたいな。これ主人公でしょうね。キャラクター多いですね、これ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12人もいる。これどう見てもコーディーですよね。で、これガイだと思うんですよ。これは知らないけど。これはムエタイのキャラですよね。ちょっと巨乳っぽいチュンリー、チュンリーちゃうわ。ポニーテールの金髪少女って感じ。ピエロですね、なんかね。タイガーマスクみたいなのもいるし。タイガーマスクというよりはあれかな、鉄拳に出てくるキングみたいな感じでもあるし。これは知らないな。これもなんかどっかで見たことあるんよな。なんかのゲームで見たことあるな、これ。これ多分主人公なんでしょうね。じゃあ、これ使ってみます。あ、女、同キャラになった。あ、結構動きが早い。でも必殺技が出ない。おお、なんか敵が出してきた、必殺技。あ、なんか出た。なんか出ましたね。あ、飛ぶ道具みたいなのも出た。あ、やられた。これでもなかなか面白いですよね。さっきのやつよりはよくできてる。あ、なんか出た今。どっちが自分なんか分からなくなるけど、同キャラの同じ色ですからね。これしかとりあえず技分かんないから。あ、勝ちましたね。これなかなか、マスターシステムでもかなり頑張ってますね、このゲームは。なんかさっきヒールみたいな、なんか飛ばしてたような技もあったけど、それはちょっとね、たまたまさっき出たけど、出し方わかんないな。おお、これね、この必殺技自体も出し方はよくわかんないんですよね。波動拳コマンドかなーって気もするんですけど、でも波動拳コマンドはでも出ない時もあるし、連打してたら出るんですよね。負けたか。でも面白いですよ、これ。なかなか頑張ってできてるよ、これ。やられましたけど、他のキャラも見てみたいような感じですね。この主人公を使ってみましょうか。いや、まさかこんな、
おぉ、昇竜拳みたいなの出た。あ、ピヨッタ。あー、なるほど。これが、あ、やられた。これ一人のキャラに必殺技、一つか二つぐらいはあるんでしょうけど、さっきのこの女の子の方が使いやすい気がするなぁ。まあ、昇竜拳ですよね、完全にこれ。あ、またヒールみたいに飛ばしてましたね、やっぱり。飛ぶ道具あるんですね、あの女の子ね。勝ちましたけど。なんかこれ、あれ似てますよね。ファイターズヒストリーのあの、溝口誠にちょっと似てるかな。パッと見ですけど。あ、負けました。はい。なるほどね。はいはい。で、このタイガー見てみましょうか。タイガーマスク。タイガーって名前なんや。そのまんまやな。うわ、これは、タックルみたいな。基本的に敵、必殺技は体当たり系が多いですね、なんかね。うん。あ、でもこれ、真横に体当たりするから、割と使いやすいかもしれないな。うん。あ、負けた。この女の子のキャラいいですよね。うん、結構僕的にも結構、うん、好みのキャラっぽい感じがする。ポニーテールにちょっとボディコン的な感じの。ミニスカートって感じのね。2回コンボが出ますよね。なんかこう、このタックルみたいな。2回当たるから。結構強いかもしれない。なんかこれ必殺技出るのは波動拳のコマンドを一回やったぐらいじゃ出ないんですよね。ちょっとこう真空波動拳をやるような気持ちでやんないと出ないですよね。連打する感じでやんないと。はい、負けました。敵がめっちゃ強いな。これなんか見たことあんねんな。これ何のキャラやったかな。なんかの対戦格闘ゲームでこんなキャラいたんですよね。ちょっとコーディ使ってみようか。タイラー。お、ダッシュパンチみたいな。あ、ぴよった。めっちゃ飛ぶ道具出してくるの。あ、やられた。あっけなくやられた。これはもう、なんていうのかな。あ、勝った、たまたま。まあ、だいたい一人二つぐらい必殺技ある感じしますけど。
もう勝ってるな、なんか勝ったね。うん、初めて倒しましたね。あ、主人公来たか。もう韓国のゲームでもよくできてますね。セガマスターシステムでこんだけの対戦格闘ゲームが作れたらすごいですよね。十分ですよね。ファミコンみたいなもんですもんね。ファミコンみたいな感じでこういう感じのゲームが作れたら、なかなか頑張ってる感じしますよね。喋らないですけど、まあそれでも全然対戦格闘ゲームとしてはいい出来じゃないかなと思いますけど。あ、負けた。三軍って読むのかな。読み方がちょっとよくわからない。あ、ゲームはそうか、コンテンツの回数決まってんですね。勝風3、ちょっと他のも、このガイをちょっと見てみたいですね。ガイとあとこのキャラ見てみたいですね。それぐらいでいいかな、見たいキャラは。これもちょっと見てみたい気もするけどな。これもなんかどっかで見たことあるんですよね、なんかのゲームで。なんか相手変わりましたね。これガイですよね。出ない技。蹴りか、やっぱガイやから。蹴り系か。あ、出ないな、技が。このキャラ全然技出ない。ああ、全然技出なかった。トニーって名前か。ブルノ。同じ要領でやっても全然技出ないよ、このキャラは。負けた。全然ダメだった、このキャラ。じゃあこれやってみましょうか。これもなんか見たことあんねんな、なんかのゲームで。まあ似たようなキャラいっぱいいますからね。でもこいつも技出ないやん。何も出ないやん。あ、出た、出た。なんか、ドラゴンキックみたいなのが出た。あ、負けた。ドラゴンキックといえば、あ、あれにちょっと似てますよね。あの、何やったっけ。ロバート・ガルシアにちょっと似てますね。リュウコの剣のね。見た目です。ぱっと見ですけど。ヒゲに尻尾を脚ってことか、これは。ロバート・ガルシアっぽい感じしますね。うん、必ずキャラクター一人でね、
なんか体当たり系の強力な必殺技を持ってるって感じですね。あとなんか飛び道具は1個あるぐらいの感じですよね。おそらく2つぐらいキャラクターによって必殺技が用意されてる感じがしますよね。あ、勝った。まさか勝つと思わなかったな。意外と。ジョー。おお。なかなか強いかもしれない、このロバートっぽい。ドラゴンって名前なんや。あれと同じやん。あの、ワールドヒーローズの。ドラゴンもあれもドラゴンって名前ですから。しかも、ドラゴンキックみたいなってさっき言ったけど、あれもドラゴンキックって名前ですからね、必殺技が。あ、やられた。ジョーって、相手はジョーっていう名前なんですね。じゃあこれは多分ドラゴンキックですね。さあ、この技は多分そんな感じですよね。なんかこのドラゴンキックみたいなやつは、ジョー東の必殺技にも似てますよね。スラッシュキックかなんか似てる。あ、やられた。はい。じゃあ次、これ。この、ドラゴンみたいなやつね。あ、これ何に似てるかって思い出しましたよ。ロックマン X に出てくるやつと同じですよ、これ見た目。ロックマン X のね、マグマードドラゴンっていうね、8大ボスがいたんですけど、あれと同じですね。もう見た目もほとんど同じですよね。多分そっから来てんでしょうね、これ。セルって名前なんですね。ドラゴンボールのセルって、セルと同じ名前ですよね。これ、マグマードドラゴンですね。完全に。ロックマン X の元仲間っていう設定だったキャラなんですけど。あ、飛ぶ道具ですね。これ。飛ぶ道具出ますね。完全にこれマグマードドラゴンやな。今思い出しました。なんか見たことあると思ったら。うん。完全にこれ、うん、ロックマン X のキャラです。ロックマン X4 のね、マグマードドラゴンっていうボスがいたんですけど、それと同じですね。ほとんど。見た目は。うん。だからいろんなゲームのキャラの、こう、パクって、おい、そのキャラを使ってるという感じしますよ、このゲームね。飛び道具系ですね。これは、このキャラ飛び道具しか出ないですね。体当たり系の技が出ないですね、逆に。なんか Z みたいな形したブーメランみたいなの投げてますけど。おお、ガードがなんか、盾みたいな、盾っつうか、ゼビウスのなんか、バキュラみたいなのが出ましたね。わ、ええ勝負やな。あ、負けた。はい、終わり。はい。あ、コンテになっちゃった。はい。これでやめます。あとはいいやな、別に。あと見たいキャラそんなにないな。あとは別にいいや。うん、このピエロも別にいいし、うん。ちょっと気になるキャラだけ、見たいキャラだけプレイしましたけど、はい。終わります。